はい、どうもーポン、チです。カブです。ミサです。ウエです。はい、皆さん、ご存知の方もご存知じゃない方も、年収チャンネルさんの方々に、今日はちょっとマジックをね、主に水着美女がいますので水着美女にマジック見せてみたということで、よろしくお願いします。イエーイ。まずはちょっと簡単な赤い玉を使うんですけど、まずポケットに赤い玉1個入れるんですよ。入れるとまあ分裂するっていう、まあそういうスポンジなんですよね。ね、何回もやってると何回もやってるとなんかなんとなくあれこうなってんじゃないのって思ったりする方もいると思うんですけれども、肝心なのはマジックじゃないんです。今ポケットに赤い玉入れたんですけど、まあ、何個入れたか数えてました。ちょっと手出してください。手キュッて握ってください。キュッて握っていただいて、これ2個、2個より多いですよね。2個以上入れてました。だいたい今の感覚で何個ぐらいあると思います？4個もう少し多いです。5、6個じゃない？そんな8個ぐらい。え、そんなすごい揉んでますけどじゃあ正解見てみましょう。じゃあひっくり返してゆっくり開けてください。残念、チンコでした。すごい、もう最低。好きだよ、好きだよ。胸元なんかついてる。あ、ハト胸。え、そういう系？え、怖い。教えたんで披露していただこうと思います。おぉ、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあこっから1枚選んでください。はい、じゃあここ行きますね。じゃあ当てます。当てます。ハートの10。じゃれん。おー、すごーい。じゃじゃん。すごいじゃん。また思ってる？思ってる。すごい。まあ、視聴者の前の方にこう種を説明すると、残りのカードを数字を全部足すと、例えば3とか2とか5とか足すと、全部足すと364になるんですね。まず全部足して、で計算していきます。で
足りない数字が10だなっつって、で次マークどれかなっつってハートの10ってで教えたらできた。そう、すごいでしょ、見直した。はい、ということで年収チャンネルさんともコラボして、年収チャンネルさんの方でも僕はマジックやってますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけで、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。